Ladies and gentlemen, boys and girls, what's up? ウドロチンです。さあ、今日はね、このロストアークというね、ゲームの紹介動画になるんですけども、このロストアーク、一応今のところ PC のみでしかプレイできないんですが、まあね、もしかしたら今後このロストアークどんどん有名になっていけば、まあワンチャンね、他のゲーム機でも遊べるかもしれません。まあね、そこはちょっとまだわからないんですが、まあこちらのね、ロストアークどういうゲームかというと、まあ一応ざっくり言うと、MMORPG、マッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲームです。はい。まあね、どんな感じかっていうと、まあプレイスタイルなんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、ファイナルファンタジー14のオンラインあるじゃないですか。あれと、モンハンをこう組み合わせたような、ゲームですかね。ゲームプレイは。はい。まあこういうゲームでね、今、ほんと最近リリースされたばっかなんで、ちょっと自分もね、今、ここにサーバーが2つあると思うんですが、一応ね、1つキャラクターを作ってるんですけども、まあどういうゲームかね、ちょっとした説明というか、していきたいなと思っております。まあ初心者とか、ロストアーク、こういう MMORPG を初めてプレイされた方とかね、そういう方向けの動画になっておりますので、ご了承ください。なんでね、もしよかったらチャンネル登録、高評価、よろしく。お願いします。じゃあ早速ねプレイしていきましょう。ここのキャラクターが一応、自分のね作成した、キャラになります。今から新しいキャラクターを作っていきたいと思います。さあここでねクラス選択っていうのがあるんですけども、ここでねクラスの選択ができます。今のところ4つ、今後もね多分どんどん配布されていくと思うんですけど、アップデートでね、今のところこのウォリアー、そして、マジシャン、そしてこの次ファイター、で次最後にこのハンターですね。まあなんでここの4つのキャラクターから選んでいくっていう、ウォリアーと、ハンターのみが男性で、マジシャンとファイターが女性のみの制作可能という感じですね。まあウォリアーが多分一番初心者向けのキャラクターだとは思います。まあなんでね、せっかくなんでちょっとウォリアーをやっていきましょうか。まあウォリアーを選択して次を押すと、まあここからね、キャラ構成が始まります。まあこうやってね、ここでプリセットがあるんですけど、まあここから選んでも構いませんし、もしかしてね、最初からこうやって作りたい人はね、こうやって最初から自分のキャラ、好きなキャラの顔つきとかなど、作っていけるっていう感じですね。顔、髪、目。そしてメイクとかねもういろいろできるんで、まあ、初心者向けの動画で、まあ、どういう感じのゲームかっていう紹介なんで、まあ、適当にちょっと作ります。まあこれでね OK でしたら、外見決定で、でまあ名前ね、自分のキャラクターの名前、まあドラチン2でいきましょう。じゃあドラチン2ね、そう元作ったねキャラクターの名前がもうドラチンでやっちゃってるんで、一応ねもうドラチン2でやっていきたいと思います。じゃあここで確認を押すと、ドラチン2でいいですかということで確認、はい、ここでね、ウォリアーのキャラクターができたと思います。まあここを使ってゲームスタートで、でここから、プレイになってきます。はい、ここからねムービーが始まりますね。まあ各々のキャラクターで、個人のね、ウォリアー、マジシャン、ハンター、ファイターのね各々のストーリーはあります。まあ、ですがメインストーリーは一緒です。メインストーリーは一緒です。ただクラスね、職業のストーリーはおのおの別になるんで、はい、ということでこんな感じですね。今からこうやってねストーリーが展開という、まあ大体 PC なんでね、キーボードで操作していくんですけども、こうやってね歩いたりできます。で一応コントローラーにも対応はできています。ただコントローラーですと一応今のところ対応できてるのが Xbox の、コントローラー、あとは他のね、製品の、ナコムっていうね、コントローラーがあるんですけど、一応自分そのね、ナコムを使っているんですが、そのコントローラーでしたら、その2つのコントローラーでしたら、まあ大体対応はできていると。一応プレイステーションの、コントローラーでもできるっちゃできます。ただちょっとバグでね、
違うマップ行ったりすると、初期設定に戻ったりちょっといろいろねバグがあってキー配置せっかくしたのにマップ移動するたびにこうね、初期設定に戻ったりするっていうねバグがあるのでプレイステーションの、コントローラーではまあなんで、まあ、今後ね多分アップデートでそういうのが改善していかれるとは思うんですが、まあ、もしねプレイステーションのコントローラーしか持ってないっていう人はまあ最初はねこのキーボードとマウスで、プレイしていくことをおすすめします。であと、ここからね、いろいろチュートリアルみたいな感じなんでプロローグなんで、もしこのプロローグをもうチュートリアルめんどくさいっていう人はもうここのねプロローグをスキップを押していただければもうこのねチュートリアルみたいなプロローグこのウォリアーのストーリーを見ずにそのままもうメインストーリーの方に行けるっていう感じなんで結構ねプロローグでまあ大体1時間ぐらいかな1時間ぐらいプレイすることになるんでもうすぐ始めたいっていう方はもうプロローグスキップで行っておすすめします。じゃあ次はね、今後、初めてね、このロストアークやっていく人のための、まあちょっとした、今後どうやって進めていけばいいかとか、どうやってプレイしていけばいいのかとかね、多分わかんないこといろいろあると思います。なんでね、そこをちょっといろいろと初心者向けに、説明していきたいなと思っております。じゃあ行きましょう。さて、ここからはね、メインクエスト、そしてサブクエストをね、どんどんクリアしていきましょう。マップ上にね、このびっくりマークが、サブクエスト。そしてこのね、なんて言えばいいんだろう。このマークは、メインクエストです。はい。これらのね、メインクエストと、サブクエストをね、どんどんこなしていきましょう。そしてメインクエストをね、進めていくと、冒険の書がもらえます。そしてこの、ネグネアの印を 100% までね、クリアすると報酬がもらえます。そして大陸によって、いろんなね、この印が、あるんですけどもこれらをね 100% クリアしていくと他にもねいろんな報酬がもらえます。さて、まずね、この冒険の書なんですけども、一個一個説明していきましょう。まずはこの収集品、これらはね、ダンジョンにね、いるボスを倒すと、たまに落とすことがあります。それらを集めていきましょう。そして次は、この料理ですね。これらはね、大陸にいるシェフやサブクエスト、などで手に入ります。そして素材などはね、フィールド上にあるので、いろいろ散策して集めましょう。そしてフィールド上ではね、たまに商人がランダムで出現することがあるので、その商人が、素材を持っていることもあります。次にビューポイント。ビューポイントは、これらはね、フィールド上に、まあ、こういうね、アイコンが、あちこちにあるので、マップ上をね、歩き回って見つけましょう。次に、ダンジョン。これらはね、クリアすると達成します。なんでね、ノーマルとハードがあるので、クリアさせましょう。次は、ボスですね。このボスはですね、大陸のどこかのフィールド上で、出現するので、見つけたらね、まあ、パーティーを組んだりとか、多分他のいろんなプレイヤーたちも戦っているので、みんなと一緒に戦って倒しましょう。次はモンスター。これもね、大陸のどこかのフィールド上で、マークがついたね、モンスターがいるんですよ。結構ね、わかりにくいかもしれないんですが、一応、このマークですね。こういうマークの、モンスターを倒していきましょう。そうするとね、達成していきます。次は、もう一つの物語。これをクリアするには、サブクエストをね、どんどん、受注していきましょう。そうすればね、クリアしていきます。次は、この秘話。これらはね、フィールド上のどこかにね、隠されています。まあ、こうやってね、本当に、フィールド内を歩いていたら、こうやって見つかるので、ぜひね、フィールド上をいろいろ見回して探していきましょう。次に、好感度。これはね、大陸にいる NPC のね、クエストをこなしたり、プレゼントをね、渡したりして、仲良くなると好感度が上がります。で、上がればね、達成につながります。次に、スクエアホール。これはね、いろんなフィールド上にワープができる石像みたいのがあるんですけども、そこを登録していくと、達成できます。最後にメインクエスト。まあこれはね、まあ文字通り、そこのね、大陸のメインクエストをクリアすれば達成します。そして、まあメインクエストとかサブクエストをやって、いろんな多分ね、フィールドに移動すると思うんですが、
そのフィールド上にね、たまにこのモココの種っていうのがね、たまにいるんですよ。隠れてます、フィールド上のねどこかに。これらもね、クエストをねクリアしながら、探していきましょう。たまにね、のマップの外にもあったり、特定のねモンスターを倒さないといけない場所があったりもします。なんでね、結構ねマップもよく見て、探してみましょう。まあ、このモココの種なんですけども、後に、アイテムと交換などに使えるので集めておくといいです。まあそうですね、まあこれらがまず初めてねロストアークをプレイする方たちがやっていくことですかね。もしねこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあロストアークのねライブ配信もやってるんですが、ツイッチでやっておりますので、一緒にやりたい方はねいつでも遊びに来てください。ツイッチのね URL は、概要欄に貼っておきます。まあ、初めてプレイする方はね、とりあえずメインストーリーサブクエストをねクリアしつつ、まあ、あとはねフィールド上にいるモココの種を集めたり、そしてね冒険書の、コンプリートをね、目指していきましょう。はい、というわけで、今日の動画はここまでにしたいと思います。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。 See you again!